今回の放送では今年度の新加入選手から背番号7番ポジションはアラ、ピボ、前どんちマティアス・エルナン選手と背番号11番ポジションはアラ、中村祐介選手のお二人を紹介します。それでは早速お二人のインタビューをご覧ください。名古屋オーシャンから移籍した前どんちマティアス・エルナンです。背番号7番です。ポジションは、アラ・ピボです。よろしくお願いします。フィールドプレーヤーの背番号11番の中村祐介です。よろしくお願いします。選手間で呼ばれているニックネームはありますか？僕は特にないんですけど、まあ、昔からみんなにマティって言われてます。僕はもうそのまま名前でユウスケって呼ばれてます。それぞれ出身を教えてください。はい、僕もともとアルゼンチン出身の、ブエノサイレスっていうところ、で生まれました。僕は静岡県の沼津市出身です。得意なプレーやアピールポイントを教えてください。みんなに期待されてるのはやっぱりシュートなので、まあ、これから自分の強いポイントを皆さんにしっかりアピールできるように頑張ります。僕は、まあ、背も小さいんでスピードを武器としてやっているので、そこを見てほしいです。アグレミーナ浜松のチームの印象はどうですか？そうですね、僕初めて移籍したチームなんですけど、本当に皆さんすごい頑張るプレーを見せてもらったので、まあ、それにしっかり合わせていけるように頑張ります。僕は、まあ、2シーズンぶりに復帰したんですけど、まあ、その時と変わらず選手間がすごい仲良くて、まあ、練習もいい雰囲気でできてます。それでは最後にファン・サポーターへ一言ずつお願いします。今シーズンから、まあ、移籍したんですけど、これから解除のに足運んでいただける方にしっかりアピールできるように、頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。今年は、まあ、チームとしても個人としても、まあ、結果にこだわって、まあ、チームの目標のプレーオフ進出を果たせるように頑張りたいと思いますので、ぜひ会場に足を運んで応援よろしくお願いします。いよいよ明日デュアリグ F リーグの新シーズンが始まります。初のホーム戦は6月25日、浜松アリーナでレイソン神戸と対決します。これからもアグレミーナ浜松の活躍をお楽しみに。25日のホーム戦、アグレミーナ浜松を応援しに、ぜひ皆さん浜松アリーナにお出かけください。